もじゃあ、大久保さんって28歳で現役引退したけど、その本当の理由って何なの？現役最終年の1995年、大久保さんは4月末に空振りをした時に足首を捻挫しちゃって3ヶ月の間、戦線を離脱したんだ。その後も大久保さんの足首は完治せずに、テーピングが必須な状態だったんだぜ。そんなある時、大久保さんはテーピングに時間がかかっちゃって、練習に少し遅れちゃうんだ。すると、山倉コーチから、宿舎で巻いてこい。って怒られちゃうんだ。まあ、確かに時間がかかるのがわかっているなら、宿舎で巻いてきた方が余裕が生まれると思うわ。でも、何かそれができない理由があったのかしら？